皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もギフトボール2023情報を紹介していきます。今週の週間 FP はこんなメンバーとなりました。予想した通り、ケッシエ、サカ、イサク、コスティッチ、ザッカーニ、カラスコとか、この辺は予想通りで、マンダンダキーパー枠、まさかのタケが来ましたね。ラインブレーカーマンです。そして、注目はカラスコですね。強化度がなんかおかしいです。では早速見ていきましょう。プレースタイルなんかも変更入ってるんで、その辺も注目ですね。さあまずはケシエから紹介です。シザーズなくなってワンシュートスーパーサブがついた B2B スパサブという珍しいスーパーサブの誕生です。このバランスの良さが魅力なんですけど、フィジカルとアグレッシブネスが90超えてきて、あとはチェイシング持っていたり、その辺も込みでガツガツとボールを刈り取るみたいなことができそうな B2B になってます。ほんと全体バランスがいいタイプなんで、これでスーパーサブ乗るっていうことを考えたらかなり強そうですね。シュートスキルなんかも豊富で、あとはディフェンススキルなんかも申し分なし。気になるところはワンパもスルーパスも今回つかなかったんで、まあ、そこさえあればって感じはするんですけど、中盤としてスーパーサブ珍しいし、シンプルに今週あたりの一人になるんじゃないでしょうか。過去のバルサバックと比べると、これも基本は乗り換えで OK でしょう。スキルがかなりね、強みになりました。続いてもスキル3つ追加、いや4つ追加、ドーグラス・ルイス紹介します。トップ強化3つ入りました。得点も取ったので、ワンシュート、ワンパス、ルーパス、インターセプトとか、めちゃくちゃなスキル追加に、強化度もなかなか良くて、バランス系 B2B でサイズ感も180超えないぐらいと、扱いやすさもあるし、守備能力なんかも長けてますね。スタミナトップ強化で88まで、カーブの数値なんかは高いです。あとは足元パスですかね。全能力が70以上。こちらもバランス系 B2B になってます。気になるところは、波普通と逆足がやや低いなんで、その辺の扱いにくさはもしかしたらあるのかなって思っちゃいますね。さあ続いてカラスコ紹介しましょう。トップ強化5つ書いたんですけど、ディフェンスの能力は多分トップ強化じゃなくて、サイドバックに登録変更されたことによってバグ強化された項目だと思います。基本は上の、3つがトップ強化だと思います。あとはウィングストライカーから攻撃的サイドバック、左サイドバックに故意適性が今回追加になってます。スキルは変わらずでした。ただ、まあ、サイドバックなんですけど、基本はウィングとかサイドハーフで起用してあげるのがベストでしょう。足元の能力とかパス、決定力、しっかりと80の大台に乗ってますし、守備能力もあるサイドハーフとか、そういうようなイメージで無印で使うことができる、選手にはなります。波も小さく、逆足も魅力。ただ左サイド限定になるんで、起用できるポジションがあるのか、ただわざわざサイドバックでは使わないねっていうことを考えると、まあ、サイドハーフ、ウィング、その辺を起用できる方におすすめの選手となってます。過去のカラスコと比べると、ピンポイントクロスがアップデートで追加になってます。まあ、全体的にはこの能力であれば乗り換えでしょう。プレースタイルも変わってますが、基本は乗り換えで OK でしょう。続いてダービーからの登場、ザッカーニ。足元系などがトップ強化になって、コンガがついて、ウィングストライカー変更なども入っています。この能力であれば、しっかりと強くなったことが分かりますね。足元、スピード、瞬発、ボディコンの高さ、サイドの選手らしい今回は強化になっています。ただワンパとかワンタッチシュートとか、もう一歩なんかスキルがあると良かったかなっていうところではあります。魅力は適正の広さですかね。まあ、チャンスメーカーからウィングストライカーになったことで、中央のポジションはプレースタイル発動しないポジションになったので、その辺の進化はかなり魅力を感じてきます。ちなみに現在無制限ガチャでセリアのガチャで登場してますが、そちらと比べるとこれはまあ乗り換えで基本は OK だと思います。そして初 FP フェイエノールトからはヘールとルイダ初 FP となります。インナーラップサイドバック持ちの珍しいタイプですね。結構バランス系の能力で、スピード、瞬発とか80前後のね項目がたくさん作れるような選手になりました。ワンシュートインターセプトはついたんですけど、まあ、センターバックって考えると難しいんで、やっぱり右サイドバック起用が無難かなとは思うんですけど、まあ、185のサイズもありますし、空中戦なんかも割と強いんで、まあ、守備面だけ考えるのであれば割とやれなくはなさそうですが、まあ、わざわざこの選手を起用するかと言われると、ライブアップデート A でもちょっと厳しい枠になっちゃいます。そしてゴールキーパー枠はマンダンダ、安定の活躍で登場です。トップ強化の部分が80の数値は超えるんですけど、欠点がちょっと多いですかね。低弾道を持ってるのはいいですが、185cm のサイズ感、波も普通なんで厳しいのと、あと単純に能力がもうちょっと欲しいですよね。さあ続いてはアーセナルからサカ登場です。トップ強化、しっかりと3つ入りました。コンカとワンシューがついて、マリーシアと PK キッカーがなくなった、まあ、どっちかというとサカにとっていいスキル追加になったんじゃないでしょうか。スピード瞬発の部分なんかも圧倒的な数値、瞬発92、パス、足元、決定力、申し分ない数値をね、持ってます。まあ、決定力やや低いですけど、コンカとワンシューついたことによって、さらに魅力は増しました。逆足の高さ、コンディションの波、まあ、そもそもアーセナル所属であればシーズン中、かなりライブアップデートも安定しそうなんで、
言うことない部分だと思います。まあ、強いてあげるなら浅川6回目の登場になるんで、登場回数が多いところがネックです。1枚目は基本乗り換えでいいかなって思いますね。そして2枚目で言うと、まあ、能力的にはそんなに差はないんですけど、スキル面でアドバンテージになるんで乗り換えてもいいんじゃないかなって私は思います。さあ続いてコスティッチ、左利きサイドのクロサー持ちが FP、何度目の登場でしょうか。サイドの選手らしいスピード瞬発やキック力の数値なんかも魅力なんで、根幹ミドル、シュート系のスキルなんかも生きてきそう。やっぱりクロサー持ちでピンポイントクロス、フライパス89という、まあ、サイドからクロス中心で攻めたいよという方、特に左サイドのクロスは持ってないよっていう方におすすめの選手になります。波が普通なのと逆足がちょっと個人的には気になるんですけど、そんなの気にならないっていう方はライブアップデート A とか B の週に基本的には使うことにはなりそうですね。ちなみにコスティッチも4回目の FP ですね。3まで波が小さかったので、2番3番とか持ってる方はそれでもいいかなとは思うんですけど、わざわざ乗り換えるほどではないのかなって思います。能力自体は今回の方が強そうではあるんですけどね。そしてワンシューが追加になったラインブレーカー久保選手が、再び登場になります。ワンシューは初ですかね。 CF 本適正ついています。瞬発の数値だったりボディコンの数値が90を超えてきます。まあ、足元やドリブル周りなんかはすごい長けているんで、長けだけにドリブルのしやすさっていうのもありますよね。ダブルタッチにシュート系の豊富さ、今回ワンシューついたの非常に熱いですね。 CF 使えてワンシュー使えるっていうのは、かなり魅力増しました。まあ、強いてあげるならコンディションの波が普通なのと、ライブアップデートが今回久々のね、週末勝利上げたんで、ここからどうなってくるのか、代表ウィーク挟んだ後のリーグ戦が注目になってくる選手ですね。まああとネックな部分で言うと FP の登場回数が多いです。1枚目で言うとプレイスタイルの好みなんですけど、これは乗り換えでいいんじゃないですかね。まあ、2枚目で言うとラインブレーカー版が出ているんで、全体的な強さは前回の6番が強かったですね。強化度高かったんですが、今回ワンシュー追加なんで自分だったら乗り換え検討でもいいのかなって思ってます。バイエルンを破ったパラシオス、レバークーゼンの選手が登場です。スタミナとボールダッシュ、アグレッシブネスがトップ強化になっています。スキルが3つ変更入って、チェイシング、インターセプト、守備面なんかのスキルも追加されています。スタミナのね数値92っていう圧倒的な数値はかなり目立って強みの部分なんですけど、全体的な能力はもうちょっと欲しいですね。波大きいなのでちょっと使いにくさっていうのも現段階ベンチメンバー増えてないとあるのかなっていうところです。そして最後2作紹介しましょう。トップ強化、得点取ったのでその辺が入っているようです。ワンパがつきました。コントロールループ削除。空中戦の部分なんかも192センチあるんで、数値伸びてくるとよかったんですが、80台には届かずっていう感じになってしまいました。足元スピード瞬発の能力が80超えるなど安定した数値を保ってます。まあ、サイズのあるこのタイプをうまくね、コロコロ転がせるとか、そういう方であればいいんですけどね、波普通なんでライブアップデートはしっかり乗るのがスカッドに入る条件にはなりそうです。8月の CS と比べると、まあ、TS も90統一になってますし、ワンパの追加、まあ、若干マイナスもありますが、基本は乗り換えでいいのかなっていうところです。というメンバーが今回のラインナップ、ケシエ、カラスコ、サカ、コスティッチ、タケ、まあ、この辺が注目になるんじゃないでしょうか。ドーグラス・ルイスもなかなか良かったですが、個人的には逆足が気になったんで今上げませんでした。とりあえず無料分でそのあたりをゲットして、もうちょっと欲しいなっていう方はコインも使いましょう。こちらのチャンネル、イーフットボール情報随時紹介してます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。